はいはいはい、皆さんお待たせしました、坂本教授です。よろしくお願いします。はい、今日は、ジェイド4をお越しくださいました。ありがとうございます。あと奥本さん呼んでいただいてありがとうございます。自分はですね、ジェイドシリーズ、2回目ですね、ジェイド2の方にも出させてもらいました。今日は初めての方もいらっしゃると思いますが、いろいろとね、ファミコンの曲、いろいろゲーム音楽ね、演奏して帰りたいと思います。ではまず、挨拶代わりにスーパーマリオブラザーズを BGM でクリアしたいみたいと思います。そうですね、いろいろと演奏して帰りたいと思います。じゃあそうですね、せっかくなんで、力もあろうか。じゃあ手前のタオル巻いたお兄さん、はい、よかったらこの中からお好きなカードを、はい、じゃあそれをじゃあ出してください。 OK。 はい、来ました。彼が刺したこのカセット、ファミリースタジアムだ。手前のおにゃの子、よかったらさあお好きなのを選んでください。何が来るか、これいきますか、どれいきますか、あ、それいきますか、自分の好きなやつ選んでいいですよ。はいはいはい、じゃあそれをフフして、はい、いきました。彼女が選んだこのソフト、日本が誇る、世界に誇る RPGドラゴンクエストの4です。じゃあ4で、フィールドを少し、歩いてみたいと思います。
そんな感じで、いろいろですね、今日はカセットを持ってまいりましたが、じゃあ続きまして、まあ、今日 あのジェイドのお客さんならこのカセット余裕で多分ついてくると思うんでやっちゃいたいと思います。この緑のカセットマージャンだ。これいきましょうか、即死シリーズもうね、あの毎回恒例 あのソフトになってるんでご存知かと思いますが、じゃあとりあえずパッと目に入った即死ゲーが1個あったんで、続きましてこれいきましょう。トランスフォーマーコンボイの謎だ。もらっております。あのニコニコ生放送とユーストリームはネットでもね、いろいろと演奏やってますんで、よかったら、チェックしてみてください。さあ、じゃあ今日は、いろいろとね巻き巻きでいきたいと思いますが、もう一つ、日本が世界に誇る RPG をやりたいと思います。じゃあファイナルファンタジー3を、ちょっと進めてみたいと思います。しておりますが、この後ですね、今日は浅本教授弟を連れてまいりましたよし、はい、どうも、いつも兄がお世話になっておりますスーパー坂本教授です
はい、じゃあ今日はですね、まあいつもピコピコやってるんですけども、まあたまにはピアノで、しっとりと、聴かせてみようかなと思います。よいしょ。あ、これじゃなかった、こっちじゃなかった。はい、まあですね、いろいろとね、ネットに動画を上げたりだとか、あれこれって、あ、これだな、生放送とかしてるんですけどもね、普段はですね、ウェブ上ではピアノで、しっとりと結構アレンジしながら弾くことも多く、いろいろとね、演奏してみたいなと思うんですけども、じゃあ今日は、そうですね、時間的にあと 1,2 ゲームできるかなって感じなんですけども、じゃあネットに上げている動画の中で、じゃあクロノトリガーのメドレーをやりたいと思います。
はい、ありがとうございます。しっとりと、リオモアと演奏してみました。ではですね、最後に、オリジナルの曲を1曲、演奏して帰りたいと思うんですけども、なんとなんか先ほどほみことさんが演奏してくれたみたいで、自分そっちで着替えてて聞けなかったんですけど、マジですか、聞きたかったです。後でちょっとなんかネットに動画とか上がったら嬉しいなと思うんですけども、ありがとうございます。なんかあの曲を演奏していただきました。ですね、まあ、オリジナルのアルバム何枚か出してるんですけども、何枚かというか、まあ、あのちゃんと出してるのは1枚なんですけども、SKMT というアルバム、です。その中から1曲、サムライという曲を、聴いてください。
坂本教授のライブでした。来月ですね、9月15日川崎の方でワンマンさせてもらいます。あといろいろとね、ライブは盛りだくさん、予定が入っているので、Twitter とかホームページとかあとニコ生とか見てチェックしてみてください。あとそちらで今日は CD とあと T シャツとあと坂本教授の攻略本を売ってますので、よかったら、チェックしてみてください。ありがとうございました。坂本教授です。では最後にここでスペシャルゲストお迎えして締めに迎えたいと思います。さあ、じゃあ最後の皆さんどうぞどうぞ、いらっしゃいますか？お客様の中に高橋名人はいらっしゃいますか？はい、早いもので、今日次の、演奏で最後になります。あ、はい、よろしくお願いします。
歌えるもんだね。あんたって、これを一番最初に歌ったのが1987年かなですかね。もう長い年月とともに髪の毛も一緒になくなりまして、うん、やっぱりかぶっとこう次の歌がですね、本当に最後になるんです。皆さんすいませんね、ありがとうございます。お世辞でもありがたい。次がですね、これ何年だっけな、1986年ぐらいのゲームですかね。87年87年、はい、あ、本当25周年、あ、本当に爆弾王という、知ってますかね、あのボンバーマンというのはですね、最初はパソコンで爆弾男というタイトルだったんですね。で、海外で出すときにそれじゃおかしいだろうということでボンバーマンになって、ところがドイツでですね、テロがあって死人がいっぱい出たんで、爆弾はまずいだろうと、ボンバーはということでエリック&フローターというタイトルになりました。で、今度日本に売るときにちょうど皇居にロケット弾が落ちた時かな、その時に爆弾男はまずいだろうということで逆にボンバーマンになった、はいはいはい、それの次の作品ですね、ボンバーキング。じゃあちょっとさっさと行きますか、時間がないのでね、これは2010年バージョンのロックバージョンを皆さんが練習してくれまして、合わせるのが今日だが初めてです。頑張ってください、特にギター頑張ってください、お願いします。それでは行きましょう、ボンバーキング。
ださいね。うちに帰るまでのイベントです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。